ことでもう3月ラスト329です。あーもう終わっちゃうの、329でね、なんと、はい、これはあれなのかな、アナムスター、ラジオ社アナムレスというタイトルに変わってから39本目です、うん、サンキューバイバイドラゴンボールみたいないい声で言わないでください、そういう寒いギャグ。サンキューなんですよ。3月の最終週にしてサンキュー、はいはい、つまり今回でこの番組終わるんじゃないですか。いやいやいや、まだ聞いてない、それはまだ聞いてないです。わかりませんよ、サンキューっていう、これはもうなんか暗示してる。いやいや、だから俺は台本の中いろんなものを読み取る癖があるんで、癖、多分これはそういう意味。うそー、嫌だ、深読みすんなということで、先週はあれかな、アニメジャパンが、我々業界界隈では、あった大きな一つのイベントかなと思うんですけど。確かにそうっすね。岡田君とたまたま会ったよね。まあ同じ日に一応ステージやりましたからね、あれは何で来てたの。俺はあれです、アニラジアワードですわ。アニラディドゥーンがアニエラで、一般男性部門を受賞しまして。女性部門では取らないの。取ったら驚きですよね、一般女性部門から。一般女性部門、一般男性部門、一般じゃないのってある の新人男性部門があります。え、何、新人男性部門って何。新人男性部門は鷲崎さんの番組やっておりました。あ、え、新人、あ、まだ一般男性部門っていうのはこっち側の話、あの、受賞する側が一般男性ってこと。そうです、そうです。で、新人男性は新人男性の番組が撮るけど、なんか和紙ともう一人若い人がやってるんですよ。番組自体の立ち上がりがアニメよりも後だったんですよ。1年目ってことなんだ。そうそうそう、だからちょっとその不思議なことになった。あっちの方がはるかに先輩なんですよ。大先輩だけどね。ベテランの風格すらあるのに新人で受け受かるって。ああそうなんだね。いやいや、じゃあちょっと面白かったでしょ。いや、普段って毎年行ってる、あんま行かない。俺アニメジャパンは実はあんま取材行かないんですよ。アニメだから、ね、意外と仕事かかんなくて。ゲームは本当にちょっと、まあ出展ないことはないけど、基本的にはアニメだもんね。そうですね、だから出演で行ったのは今年初めてかじゃないですかね。じゃあちょっと面白かったでしょ、特集で。ゲームショーとかとはねまた違うから。いやもうじっくり見てもらいたかったんですけどね。俺キモフレのグッズとかは密かに買いに行こうとしてたんですけど、企てて行くな行くなって言われて、行くなって言う杉田さんに止められちゃって。あ、杉田にお前は出演者だから、行くな。多分ね、それは自分が行きたい気持ちがあるから、お前一人行かせたくなかった。だからずっとね、あのなんつうか間を、ついたてがあるじゃないですか。はいはいはい、一般と分けるついたて、そこはずっと指くわえてずっと見てましたよ。うん、俺はそれを見かけたから。なんか柵を乗り越えようとしてるでかい生き物がいると思って、あれは梶田君みたいな。うん、確かにその時に、ね。お前ついたてから顔出てたもん。まあ外から丸見えでしたね。お客さんと我々を隔てる壁のついたてからお前の頭出てたから。うん、あの超大型巨人のコスプレみたいな感じ。現れてると思います。ということで感想メールいきますか。ラジオシャンネームしのさん、毎週楽しく聞いてますが初メールです。中村さん、海田さん、こんばんは。3月最後ということで、次回からリニューアルするかもしれなさそうですが、アナムネシスにリニューアルしてから海田さんがレギュラーの海田ですと断るごとにしつこくおっしゃっていたり、杉田さんがレギュラーの海田さんに嫉妬していた頃から5ヶ月経ちました。もう5ヶ月か。幅広いゲームのお話たくさん聞けて毎週楽しい5ヶ月でした。なんか終わりみたいだね。ありがとうございました。お二人が引き続きラジオしてくださることを願っております。あ、よかった。なんか今までご苦労様でしたってメールだったらどうしようかと思いましたね。いや、わかんないよ。だって俺らは実はよく分かってないけどさ、番組表だと来週から新なんとかみたいな、新番組何々なんとか萌えのやっちゃうぞみたいなのが始まってるかもしれない。ね、俺実はまだあの文化放送でしっかり番組が終わったことっていうのがないんですよ。ラジガメが、ハゲチン的な話してラジガメがあの、タップに切り替わった時に実は一度終わってんですけど、はいはい、よく覚えてないんですよ。終わる時って肩叩かれたりするんですかね。でもね、終わりだよって。でもね、そうね、俺はそもそもラジオそんなやってないから、ね、ですよね。終わる時は分かんないです。マクロスの時どうだったかな。どんくらい前から言われるのかとか分かんないですよね。マクロスの時はもう今話していいと、どうかな、マクロス関係ねえなこれ。関係ねえ番組だけど、ちょっと話すとね、あの時はプロデューサーがいつまでやりたいってわけの分かんないこと言い出して、いつまでって俺が決めることですかってなって、神谷さんといつまでですかねって相談を一回したんだよ。で
やることがあるうちじゃないですかって言ったら、なるほどって言ってそれはつまり、まあ、いつまでもって言ったら、いつまでも通じる。俺がどうしても、うん、いやこの番組は俺は守りますよ、うん、ずっとやりますって言ったら、うん、じゃあって言ってたんじゃない。ナモさん言って今でも、もう遅いよもう今やってんじゃないの、わかんない、みんな。いや今この番組 で、え、あ、この番組でラジオシャンでそれをぜひ。改めまして中村です。マフィアガチャです。はい、つうわけで、ラジオ、まあ続くといいなと思いながら、うん、大丈夫、近況いきますか、まあアニメジャパンでもね、最近はあのちゃんとこの、うん、据え置きで出しますっていうのはさすがにアニメジャパンにはなかなか出展ないと思うんですけど、こうスマホのタイトルとかアプリタイトルとかは結構このフレキシブルに動ける面がいいところでもあるからさ、出展がちょこちょこあったみたいですよね。うんうん、だからそこら辺を見ていただいた方も多いのかなとは思いますけど、でかいところではフェイトとかねやってたよね、してますしね、うんうん、あったあった。うん、だからね、この今年もまあゲームショーが、うん、あると思うんですけど、うん、ゲームショーもどういう形に変わっていくんだろうね。毎年毎年どんどん様変わりをしていってる気は俺はしてるんだけどね。それこそ一時期はもう携帯アプリがでっかいスペース取ってたじゃないですか。一番大きいスペースがそういうのになった年が確かあったんだよね。ありました、ありました。うん、まあ、最近は割と落ち着いてきちゃった感じですけれども、それでもやっぱり、スマホゲームの薄ってでかいじゃないですか。いや、シェアはだいぶ取ってるからね。グランブルーとかもびっくりしましたからね。船とか吊るしてるし。あの時があれじゃない?その、スマホタイトルが一番、うん、大きいスペースでやってたって時じゃない?あ、そうでしたっけね。うん。だないかな、確か。うん、ゲームショーもこれからどんどん様変わりはしていくんでしょうけれども、その中でね、スターオーシャンが、一番でかいブースを取れるように持っていきたいですね。今年のゲームショー。船作る?もう、星の海に船を浮かべる。宇宙船作る?うん、そうだよな。コロ作ってもしょうがねえもんな。コロ作るんだもん、コロの着ぐるみで、うん、ずっと中尾流星さんが裏で声当ててるくらい。中尾さんに入ってもらうとこ。損害の予算のかけ方を。中尾さん入ってもらったらすごい額も払わないとやってくれねえだろうしな。とんでもない額払わないとな。さすがにな。ちょっとね、そう、でも面白いけどね。夢はでっかくですよ。そういう風になるとね、うん。はい。ということで、まあ、いっちゃおうかな。こっから今週のスターオーシャン最新情報いきます。うん、今回はこちら。エンドオブエタニティイベント開催決定。スターオーシャン20周年記念作品であるスターオーシャン穴埋め室が好評配信中です。3月22日より行われたツイッターと LINE のリツイートフォロー数によって豪華景品がもらえるダブルシェアキャンペーンは見事目標数を達成しました。こちらにより紋章席などがプレゼントボックスに送られているだけではなく、エンドオブエタニティのイベント開催も決定です。こちらのイベントに関しましてはね、後日開催時期なんか発表させていただこうかなと思っておりますけども、ついに来ましたな。続くね、バルキリーから、エンドオブエタニティ。少し前にそのあれだよね、ツイッターとか、いろんな媒体でちょっとエンドオブエタニティ云々みたいな文面が出てさ、まあ多分一部はざわついたと思うんだけど、はいはいはい、まさかね、こうちゃんとやれるとはっていう。いやー、ただどうやって再現するんだろうね。あれはね、正直なところ開発者泣かせでしょうね。開発者泣かせ。まあ自分たちで作ったんだよ。まあまあまあ、あれトライアンスだからね。まあ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 、これをね、さらにイベントで持ってくっていうのが、うん、辛いと思うんですよ。なぜなら、うん、全員シューターだから。そうなんだ。だって銃撃つゲームだからな。銃撃つ奴らの RPG だからね。そうです、そうです。エンドオブエターニティとはどんなものか知らない人に説明をって言われてもさ、説明の仕様が難しくてさ、俺もね、深くやれなかったタイトルなの。割と働き出してる最中に出たやつだから、なんか下野が喋ってたなとか、遠藤さんだったなとか、うん、成健さんいたかなとか、そういう感じの記憶はあって、かなりぼやーっとしますね、あとなんか、うん、そのシミュレーションゲームみたいな、うん、ヘックスのマップを移動してた覚えはあるね。うん、フィールドがなくて。うろ覚えなんですけど、確か空中で撃ち続けるほどにコンボが溜まっていく的なシステムだった気がするんですよ。なんか、バルキリー2の戦闘画面に近いような、うん、その移動させて、そうそうそう、どうこうみたいな、戦うコマンドを選んでみたいな感じだよね、確かね。結構変わったゲームでもあったんですよね、うん、そのゲームの、ま、あの、銃の魔改造システムもそうですし、マガジン10個も20個もつけたりとか。そうだね。だからそのあたりで、すごく、まあ、好きな人はものすごく好きなんだろうなっていう感じがするんですけども、
男2人女1人の、まあ、おたさみたいな感じのパーティーだった。おたさでも確か、うん、そう女の子はね、うん、おたさみたいな格好してて、おたさの姫が1人いて、うん、あでもなんかあんまりこう恋愛っぽい雰囲気はなくて不思議な感じの空気感だったんだよな、あのゲーム。そうね、うん、今ねちなみに僕は手元にある端末を使って、エンドオブエタニティと入力した瞬間、うん、サジェストがリンベルって出るんで、うん、これ広いんですよね。あ、もうリンベルって名前でしたっけ？そうそう、うん。なんかみんなこれのことばっか検索してるみたいだよ。俺チンベルだと思ってました。なんでよ。あれチンベルじゃなかったっけ？あれリンベルだっけ？リンベルだよ。何チンベルって誰？誰？おかしいな。あ、で、確か当時まだそこまで多くなかった、うん、キャラの服の着せ替えが多かったんだよ。うん、あの、衣装パターンみたいなの、うんうん。あ、あったあった。はい。だからまあ、なんか、そう。ね、着せ替えシステム。こういう、絵だ、うん。いい絵だな。で、可愛いでしょ、チンベルちゃん。リンベルね。いや、今思い出したんですけど、あの、誰かがチンベルって呼んでたんですよ、ゲーム中で。あ、それでチンベルだと、それが本名だと思ってたってこと。確か。俺もうろ覚えなんですけど、それで、そっちの方が印象強く残ってて、そういや、リンベルだったなって今、そうそう、うん、思い出した。リンベル。うん、なんか、今見ても、グラフィックすげえな。でしょ、うん、綺麗なんですよ。なにこれ。こんなんもあるんだ。あの、ドスケベ衣装も。ドスケベ、ドスケベ衣装もあるんだね。あの、そのゲームのドスケベ要素を一身に背負ってるんで。いや、そうだよね。結構パンチラをなんとかしようみたいな、うん、ああ、ほら、あったよ、うん。パンチラをなんとかしようとしてる精神があったよ。残りホストとガチムチしかいないんで。うん。ああ、そう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 、ね。これをね、見るために努力したもんですよ。うん。グラフィックすごくいいですね。あの、でも、なんか、ものとしてはすごく、グラ、例えばこの今見てるリンベルのグラなんかは、アダムエス落とし込みやすそうだよね。刀身も違和感ないしね。いやー、リンベル来たら絶対引くな、俺。うん。まあ、銃かな、武器は。銃で。銃だろうな。専用の武器があるかどうかだよね。うん。こういう時はね。割とね。その時のイベントがまたあってとかで。うん、このゲームにおける銃って結構現実寄りだったんですよ。うん、架空の銃ではそうだね。リボルバーとかね。そうそうそう。だから、スターオーシャンにそういう銃が入るって思うとちょっと楽しみですよね。ああ、そうだね、うん。確かにね。グラフィックもちょっと期待してみたいところですね。そうですね。はい。そして、明日3月30日のメンテナンス明けより、現在開催中のスターオーシャン3イベント後編ですね。ルシファー降臨に高難易度ミッションの滅球が追加です。さらに4月1日には新武器ガチャも登場します。今回1人1回限定ですが、10連ガチャにて星5の新武器が必ず1つ入手できるようになりますよ。こちらの新武器はルシファーに有効なものなのでぜひゲットしてください。ということです。ルシファーに有効か。もうルシファー戦うの嫌になってんだよな、俺。まあ、大型っていう、まあ、人の形なんだけど、大型と言っていいのかな。のけぞらないじゃない。いや、きつい。だからさ、もう、こっちが何してようがさ、すりつぶしてくるでしょ。まあまあ、それはそれとして、ホイみたいな感じで、ドーンってくるからさ、ちょっとね、戦いにくさはあるよね。結構ね、俺、好きな敵と嫌いな敵が、はっきりしてるんですよね。だから、あの、エクスキューショナーとかは大好きなんですよ。やばいから。弱いやつは好きみたいなもん。あと、ミカエルとかも戦いやすくて大好きでしたね。ルシファーは苦手。ルシファーは死ね。じゃあこの新武器取るしかないのかもね。新武器取るしかないですね。これ引けたらね、ルシファー楽になるでしょうね。そうだね。これ、まあ、ちなみにね、悪く言いたくないですけど、うん、星5の新武器、これ全部、本当に有効なものなの？いくつか追加があるんでしょ？そりゃ、全部本当に有効だったらゲーム成り立たないと思うんですよね。そうですよね。まあ、その当たりの中からさらに当たりが来るといいよね、的な。まあ、外れとは言わないですけど、使いどころがね、難しいかもしれない。難しいものはあるかもしれないですね。ね、割と働き出してる最中に出たやつだから、なんか下野が喋ってたなとか、遠藤さんだったなとか、成健さんいたかなとか、そういう感じの記憶はあって、かなりぼやーっとしますね、あとなんか、そのシミュレーションゲームみたいな、ヘックスのマップを移動してた覚えはあるね。フィールドがなくて。うろ覚えなんですけど、確か空中で撃ち続けるほどにコンボが溜まっていく的なシステムだった気がするんですよ。なんか、バルキリー2の戦
ット画面に近いような、うん、その移動させてそうそうそうどうこうみたいな戦うコマンドを選んでみたいな感じだよね、うん、確かね。だから結構変わったゲームでもあったんですよね、うん、そのゲームの、ま、あの銃の魔改造システムもそうですし、マガジン10個も20個もつけたりとか。そうだね。だからそのあたりですごく、まあ、好きな人はものすごく好きなんだろうなっていう感じがするんですけども、うんうん、男二人、女一人の、まあ、おたさみたいな感じのパーティーだった。おたさでも、パーティーだったんだよ。確か、そう、女の子はね、うん、おたさみたいな格好してた。おたさの姫が一人いて、でもなんかあんまりこう、恋愛っぽい雰囲気はなくて、不思議な感じの空気感だったんだよな、あのゲーム。そうね、うん、今ね、ちなみに僕は手元にある端末を使って、エンド・オブ・エタニティと入力した瞬間、うん、サジェストが、リーンベルって出るんで、うん、これ広いんですよね。あ、リンベルって名前でしたっけ？そうそう、うん。なんかみんなこれのことばっか検索してるみたいだよ。俺チンベルだと思ってました。なんでよ。あれチンベルじゃなかったっけ？あれリンベルだっけ？リンベルだよ。何チンベルって誰？あれ？おかしいな。あ、で、確か当時まだそこまで多くなかったキャラの服の着せ替えが多かったんだよ。うん、あの、衣装パターンみたいなの、うんうん。あ、あったあった。はい。だからまあなんか、そう。ね、こう。世界システム。こういう。うん。絵だ。いい絵だな。で、可愛いでしょ、チンベルちゃん。リンベルね。いや、今思い出したんですけど、誰かがチンベルって呼んでたんですよ、ゲーム中で。あ、それでチンベルだと、それが本名だと思ってたか。確か。俺もうろ覚えなんですけど、それで、そっちの方が印象強く残ってて、そういやリンベルだったなって今、そう、うん、思い出した。リンベル。うん。なんか、今見ても、グラフィックすげえな。でしょ、うん、綺麗なんですよ。なにこれ。こんなんもあるんだ。ドスケベ衣装も。ドスケベ、ドスケベ衣装もあるんだね。あの、そのゲームのドスケベ要素を一身に背負ってるんで。いや、そうだよね。結構パンチラを何とかしようみたいな、あ、ほら、あったよ。うん、パンチラを何とかしようとしてる静止があったよ。残りホストとガチムチしかいないんで。うん。ああ、そう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 、ね。これをね、見るために努力したもんですよ。うん。グラフィックすごくいいですね。でも、なんか、ものとしてはすごく、グラ、うん、例えばこの今見てるリンベルのグラなんかは、アダムエシス落とし込みやすそうだよね。刀身も違和感ないしね。いやー、リンベル来たら絶対引くな、俺。うん。まあ、銃かな、武器は。銃で。銃だろうな。戦意は、3月最後ということで、次回からリニューアルするかもしれなさそうですが、アナムネシスにリニューアルしてから、カジサさんがレギュラーのカジサですと、断るごとにしつこくおっしゃっていたり、うん、杉田さんがレギュラーのガイザさんに嫉妬していた頃から5ヶ月経ちました。もう5ヶ月か。幅広いゲームのお話たくさん聞けて毎週楽しい5ヶ月でした、うん、なんか終わりみたいだね。お二人が引き続きラジオしてくださることを願っております。あ、よかった。だから今までご苦労様でしたってメールだったらどうしようかと思いましたね。いや、わかんないよ。だって俺らは実はよくわかってないけどさ、うん、番組表だと来週から新なんとかみたいな新番組何々なんとか萌えのやっちゃうぞみたいなのが始まってるかもしれない。あ、ね、俺実はまだ文化放送でしっかり番組が終わったことっていうのがないんですよ。ラジガメが、ハゲチン的な話してラジガメが、タップに切り替わった時に実は一度終わってんすけど、ね、はいはい、よく覚えてないんですよ。終わる時って肩叩かれたりするんですかね。でもね、終わりだよって。でもね、うん、そうね、俺はそもそもラジオそんなやってないから、ね、ですよね。終わる時とか分かんないです。マクロスの時どうだったかな。どんくらい前から言われるのかとか分かんないですよね。マクロスの時はもう今話していいと、うん、どうかな。マクロス関係ねえな、これ、うん、関係ねえ番組だけど、ちょっと話すとね、ええ、あの時はプロデューサーがいつまでやりたいってわけの分かんないこと言い出して、え、いつまでって俺が決めることですかってなって、神谷さんといつまでですかねって相談を一回したんだよ。ほんで、やることがあるうちじゃないですかって言ったら、なるほどって言って。え、それはつまり、まあ、いつまでもって言ったらいつまでも通じる。俺がどうしても、うん、いや、この番組は俺は守りますよ、うん、ずっとやりますって言ったら、うん、じゃあって言ってたんじゃん。名前さん言って今でも、もう遅いよ。今やってんじゃないの、わかんない、みんな。いや、今この番組 で、え、あ、この番組でラジオシャンでそれをぜひ。改めまして、中村です。マフィアガチャです。はい、つうわけで、ラジオ、まあ、続くといいなと思いながら、大丈夫、近況いきますか、まあ、アニメジャパンでもね、最近は、ちゃんとこの、据え置きで出しますっていうのは、さすがにアニメジャパンにはなかなか出展ないと思うんですけど、まあ、こう、スマホのタイトルとか、アプリ
タイトルとかは、結構このフレキシブルに動ける面がいいところでもあるからさ、出展がちょこちょこあったみたいですよね。だからそこら辺を見ていただいた方も多いのかなとは思いますけど。まあ、でかいところではフェイトとかね。やってたよね。難しいですしね。あったあった。だからね、この、今年もまあゲームショーがあると思うんですけど、ゲームショーもどういう形に変わっていくんだろうね。毎年毎年どんどん様変わりをしていってる気は俺はしてるんだけどね。それこそ一時期はもう携帯アプリがでっかいスペース取ってたじゃないですか。一番大きいスペースがそういうのになった年が確かあったんだよね。ありましたありました。うん。まあ、最近は割と落ち着いてきちゃった感じですけれども、それでもやっぱり、スマホゲームのブースってでかい、いや、知りたいってわけのわかんないこと言い出して、いつまでって俺が決めることですかってなって、神谷さんと、いつまでですかねって相談を一回したんで、なんで、やることがあるうちじゃないですかって言ったら、なるほどって言って。それはつまり、まあ、いつまでもって言ったら、いつまでも通じる。俺がどうしても、いや、この番組は俺は守りますよ。ずっとやりますって言ったら、じゃあって言ってたんじゃない。ナモさん行って今でも もう遅いよ。もう今やってんじゃないの、わかんない、みんな、いや今この番組 でこの番組でラジオシャンでそれをぜひ。改めまして中村です。マフィアガチャです。はい、つうわけで、ラジオまあ続くといいなと思いながら、大丈夫、近況いきますか、まあアニメジャパンでもね、最近はちゃんとこの、据え置きで出しますっていうのはさすがにアニメジャパンにはなかなか出展ないと思うんですけど、こうスマホのタイトルとかアプリタイトルとかは結構このフレキシブルに動ける面がいいところでもあるからさ、出展がちょこちょこあったみたいですよね。だからそこら辺を見ていただいた方も多いのかなとは思いますけど、まあでかいとこではフェイトとかねやってたよね。難しいですしね。あったあった。だからね、この今年もまあゲームショーがあると思うんですけど、ゲームショーもどういう形に変わっていくんだろうね。毎年毎年どんどん様変わりをしていってる気は俺はしてるんだけどね。それこそ一時期はもう携帯アプリがでっかいスペース取ってたじゃないですか。一番大きいスペースがそういうのになった年が確かあったんだよね。ありましたありました。うん。まあ、最近は割と落ち着いてきちゃった感じですけれども、それでもやっぱり、スマホゲームのブースってでかいじゃないですか。いや、シェアはだいぶ取ってるからね。グランブルーとかもびっくりしましたからね。船とか吊るしてるし。あの時があれじゃない？その、スマホタイトルが一番、大きいスペースでやってた時じゃない？あっちでしたっけね。だらないかな、確か。ゲームショーもこれからどんどん様変わりはしていくんでしょうけれども、その中でね、スターオーシャンが、一番でかいブースを取れるように持っていきたいですね。今年のゲームショー。船作る？もう、星の海に船を浮かべる。宇宙船作る？そうだよな。コロ作ってもしょうがねえもんな。コロ作るんだもん、コロの着ぐるみで、ずっと中尾流星さんが裏で声当ててるくらい。中尾さんに入ってもらうと。そんぐらいの予算のかけ方を。中尾さん入ってもらったらすごい額も払わないとやってくれねえだろうしな。とんでもない額払わないとな。さすがにな。ちょっとね、その面白いけどね。夢はでっかくですよ。そういう風になるとね。はい。ということで、まあ、いっちゃおうかな。こっから今週のスターオーシャン最新情報いきます。今回はこちら。エンドオブエタニティイベント開催決定。スターオーシャン20周年記念作品であるスターオーシャンアナグリシスが好評配信中です。3月22日より行われたツイッターと LINE のリツイネーションゲームみたいな、ヘックスのマップを移動してた覚えはあるね。フィールドがなくて、うろ覚えなんですけど、確か空中で打ち続けるほどにコンボが溜まっていく的なシステムだった気がするんですよ。なんかバルキリー2の戦画面に近いような、その移動させて、どうこうみたいな、戦うコマンドを選んでみたいな感じだよね、確かね。結構変わったゲームでもあったんですよね。そのゲームの、銃の魔改造システムもそうですし、マガジン10個も20個もつけたりとか。そうだね。だからそのあたりですごく、まあ、好きな人はものすごく好きなんだろうなっていう感じがするんですけども、男二人、女一人の、まあ、おたさみたいな感じのパーティーだった。おたさでも、確か、そう、女の子はね、おたさみたいな格好してた。おたさの姫が一人いて、でもなんかあんまりこう、恋愛っぽい雰囲気はなくて、不思議な感じの空気感だったんだよな、あのゲーム。そうね、今ね、ちなみに僕は手元にある端末を使って、エンドオブエタニティと入力した瞬間、サジェストが、リーンベルって出るんで、これ広いんですよね。あ
もうリンベルって名前でしたっけ？そうそう、うん。なんかみんなこれのことばっか検索してるみたいだよ。俺チンベルだと思ってました。なんでよ。あれチンベルじゃなかったっけ？あれリンベルだっけ？リンベルだよ。何チンベルって誰？あれ？おかしいな。あ、で、確か当時まだそこまで多くなかったキャラの服の着せ替えが多かったんだよ。うん、あの、衣装パターンみたいなの、うんうん。あ、あったあった。はい。だからまあ、なんか、そう。ね、着せ替えシステム。こういう、うん。いい絵だな。で、可愛いでしょ、チンベルちゃん。リンベルね。いや、今思い出したんですけど、あの、誰かがチンベルって呼んでたんですよ、ゲーム中で。あ、それでチンベルだと、それが本名だと思ってたけど。確か。俺もうろ覚えなんですけど、それで、そっちの方が印象強く残ってて、そういやリンベルだったなって今、そう、うん、思い出した。リンベル。うん。なんか、今見ても、グラフィックすげえな。でしょ、うん、綺麗なんですよ。なにこれこんなんもあるんだ。ドスケベ衣装も。ドスケベ、ドスケベ衣装もあるんだね。あの、そのゲームのドスケベ要素を一身に背負ってるんで。いや、そうだよね。結構パンチラを何とかしようみたいな。ああ、ほら、あったよ、うん。パンチラを何とかしようとしてる精神があったよ。残りホストとガチムチしかいないんで。うん。ああ、そう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 、ね。これをね、見るために努力したもんですよ。うん。グラフィックすごくいいですね。でも、なんか、ものとしてはすごく、グラ、例えばこの今見てるリンベルのグラなんかは、アダムエス落とし込みやすそうだよね。刀身も違和感ないしね。いやー、リンベル来たら絶対引くな、俺。うん。まあ、銃かな、武器は。銃で。銃だろうな。専用の武器があるかどうかでね。こういう時はね。割とね。その時のイベントがまたあってとかで。このゲームにおける銃って結構現実よりだったんですよ。うん、架空の銃ではそうだね。リボルバーとかね。そうそうそう。だから、スターウォーシャンにそういう銃。